おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。前回、標準機と狂気を分けたレイアウトで、秋田新幹線の盛岡、大曲、秋田を再現しました。その時、久々に改造プラレール、701系秋田色を走らせたのですが、奥羽本線の車両を、もう一つ欲しいなと思ったので、今回は、奥羽本線で活躍する車両である、719系の秋田色を、プラレールで作っていきたいと思います。では、行きまーす。種車は、211系の先頭車、後尾車になります。状態はあまり良くなく、パテを持った跡や、シールの剥がれがあるものを使用します。先頭車はパンタグラフのあるクモハ719。後尾車はトイレのあるクハ718になってもらいましょう。まずは、先頭車の後ろ部分も屋根を、ノコギリで、カットします。フレッシュ日立の中間車の、パンタグラフを、お湯丸で、型を取り、パテを使って、複製します。後尾車は、後ろの片側の窓を、プラ板で塞ぎ、エポキシパテを使って、きれいに塞ぎます。お顔は、シール剥がしを使って帯を剥がし、前面部分の型崩れしたところを、それなりに加工して復活させます。前面窓にマスキングテープを貼り、白のサフを、吹きかけて、ミスターカラーのホワイトで、白く塗装します。これで、焼けていた部分が隠すことができました。車体には、グレーのサフを、吹きかけ、乾燥後にミスターカラーのシルバーで、塗装していきます。屋根部分ですが、211系と同じように塗装したいので、マスキングテープを貼り、一度サフを、吹きかけてから、ミスターカラーのニュートラルグレーで、屋根を塗装。さらにマスキングテープを貼り、グレーのサフで、ベンチレーターとクーラーに吹きかけ、クーラーだけ銀色にします。前回改造した701系のクーラーやパンタグラフに、何も吹きかけていなかったので、マスキングテープを貼り、719系ともども、塗装していきます。やはり塗装を開けるといい感じになります。さて、前面部分ですが、貫通扉部分をシルバーに塗るので、マスキングテープを貼って、塗装していきましょう。さらに、扉のみ、サフを拭いて、タミヤカラーの黒で、塗装します。納得のいく出来栄えになったら、帯やライトのシールを作り、前面部分にライト、JR マークのシールを貼り、側面にマゼンタのシールを貼っていきます。お顔をつけたら完成になります。どうでしょうか ?719 系、秋田色の完成です。車輪はグレーのものに変更させていただきました。ここから走行動画といきたいところなのですが、TBS の取材中に、モーターのギアが破損し、動かなくなってしまったので、修理、交換ができ次第、別の動画であげようと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。サビのあたりで気づいたふりしては